粗熱が取れたので、これに粉砂糖をかけたいと思います。ちょっとかけすぎちゃったかな、結構かかりました。これとかすごくかかっちゃった。粉砂糖が触れたので、ちょっと2個だけラッピングします。ミルクチョコとホワイトチョコ1個ずつラッピングします。前にラッピングしたやつの残りのクリアバッグです。これに大きいかな、こう入れます。ちょっと長いので上を切ります、このぐらいかな。こういう感じになりました、いいんじゃないかな。ダイソーで買ったクラフトバッグに入れます。おー、ぴったりみに入りました。ちょっと手作りマフィンじゃ寂しいかなと思ったので、セブンで買ったちょっとゴディバの2個だけ入ってるのかな、これトリュフも入れます。こんな感じできました。ちょっと味見してみます。ミルクチョコ食べてみます。そう、この入れ物が気になってて、綺麗に開くってやつ。こういう感じで美味しそうかな。上と下が取れちゃったんですけど、上下にチョコベビーがいます。美味しいです。美味しい。やっぱガトーショコラですね。何の部分、結構チョコです。おいしい。ホワイトの方も食べてみます。ホワイトの方もこういう感じで、やっぱり下にチョコベビーが落ちてます。ホワイトはなんかあんまチョコが分かんないな。これだけ食べたらチョコを入れ忘れた、なんかただの生地を焼いたって感じです。あんまなんかガトーショコラっぽくないですね。濃厚じゃない。下の部分、猫作った結果ガトーショコラはシンプルに普通にミルクチョコとかブラックチョコとかで作るのが一番でした。